はい、どうもこんにちは。えずこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイ抽選で最大50%還元キャンペーン、山脇キャンペーンと組み合わせればさらにお得ということで、今回は楽天ペイについてですね。この動画では楽天ペイのキャンペーンについてお伝えします。普段からですね、楽天ペイを使っている方であれば誰でも参加することができますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回お伝えするキャンペーンこちらでですね、楽天ポイントカードを提示して楽天ペイアプリで支払うと抽選で最大50%還元というキャンペーンでございます。ではですね、キャンペーンの詳細を一緒に見ていこうと思うんですけども、まずこのキャンペーン参加するためにはエントリーが必須となっておりますので、先にエントリーを行ってください。で、キャンペーンの期間は8月の23日、本日から9月の30日までの1ヶ月ちょっとぐらいのキャンペーンですね。で、今回のキャンペーンは楽天ペイアプリにあるコード QR での支払いを対 となるとまあ、これね、普通に楽天ペ決済すれば OK です。で、使う条件として、ここですね、期間中合計、税込み500円以上の支払いをする必要がありますということでございますんで、まあ、もちろん1回で税込み500円をクリアするっていうのもいいんですけども、期間中合計で500円っていうことでも OK みたいですね。で、一部対象外の店舗があって、申請するポイントはお一人様最大1万ポイントまでということでございます。まあ、今回のこのキャンペーンですね、条件を達成することで抽選でポイントがもらえるっていうキャンペーンなんで、 で、すすけども1 1 100等等がががなんととと50% 400ののポポポイイインンントトト還元ここれが1万万ままでででで抽選名名様様そして2等の方が2方にいいうことでございますで今回はエントリーするだけでもれなく1ポイントもらえるということでございますんで、とりあえず、まあ、エントリーするだけでもいいかなっていう感じです。で、このキャンペーン自体は抽選でございますんで、まあ、そんなにま、あ無理して参加する必要もないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、普段からね、楽天イを使ってる方は、もうサクッと参加するぐらいがちょうどいいかなと思います。で、この条件多数、 ということでこの条件ってどういったものかというとまあ、先ほどもお伝えしたようにまあ、とりあえずエントリーを行って対象の店舗で支払い前に楽天のポイントカードを提示するとまあ、これ楽天ペイ使ってる方であればここわかると思うんですけどもここで楽天ポイントカードを提示することができますその後に税込み500円以上を楽天ペイで決済すると対象店舗で楽天ペイアプリで決済ということでございますまあ、結構簡単ですよねで気になる対象店舗なんですけどもまあ、基本的にはもう楽天ペイが使えるところが大体かなと思います 例えば、ファミリーマートとか、ここからファインとか、ツルハドラッグとか、あと、くら寿司とか、すきあとか、ココイチとか、吉野家リンガーハットとか、あと、浜カツもありますね、ビッグカメラもいいですし、 エディオンとか、東急ハンズもいいですし、スポーツデポとかいいですね、コーナンとかも使えます。ですけども、ここにですね、対象外店舗もですね、一部ございまして、これをクリックすると、このページが出てくるんですが、ま、ここに出てるお店については、今回のこのキャンペーンの対象外店舗でございます。例えば、ここからファインの場合は、こういったところのお店、ま、僕が住んでる福岡であれば、福岡パルコとか、このハーモールの橋本店とか、ま、こういったところがここからファインだと対象外であったりとか、くら寿司とか浜寿司も、ま、こういったところが対象外ということでございますんで、ま、このページね、 結構長いので。 もしね、ご自身がよく使うお店とかがもしあれば、事前にチェックしておくことを強くお勧めします。で、対象店舗確認する方法の手っ取り早い方法は、この対象店舗の確認方法ということで、以上ですね、マップ上で確認することができます。まあ、実際にですね、ちょっと僕の画面を見ていただきたいんですが、この楽天ペアプリの画面を開いていただいたら、この右上に家みたいなマークがあるので、ここをタップします。そしたらですね、まあ、使えるお店一覧みたいなのが出てくるんですけども、その右上にこう地図のようなマークがあるのでこ、こ タップするとまあ、現在地がね出てくるんですが僕はこちら分かりやすいように博多駅の方ですね今出しておりますで分かりやすいようにこのエリアを検索という風にここをタップするとご覧のようにこうチェックみたいなまあ、ポイントみたいなところが入りますよく見たらわかるようにちらほらと、ね、50%還元という風に出てますんでこれらが今回のキャンペーンの対象店舗ということでございますなので例えば今回のキャンペーンの対象店舗がこのファミリーマートであったりとか他にもリンガーハットとかまあそういったところが このキャンペーンの対象ということでございますので、まあ、とりあえず、この楽天ペアアプリのマップを開いて、このエリアを検索という風に書ければ、そこが対象の店舗かどうかっていう風に分かるかと思いますんで、まあ、こちらはね、ぜひ活用していただければと思います。で、残りのキャンペーンの細かいところなんですけども、ポイントの新定日ですね。これは2021年の11月末日頃までに新定されると。ま、もしこれ多分抽選で当たってればね、もらえるかと思います。で、対象のポイントカードなんですけども、まあ、楽天ペアアプリのポイントカードだけではなくて、 エディの楽天ポイントカードとか楽天ポイントカード機能付き楽天クレジットカードまあこういったものでも大丈夫みたいですねまあ、ですけども楽天ペイ使ってる方はねとりあえず楽天ペイアプリ内のポイントカードを提示した方が結構楽かなと思いますで今お伝えしたキャンペーンに参加するついでにですねまあ、こちら今回僕がツイートした内容から引用リツイートしていただきましてフォロワーさんからですねこちらのキャンペーンと組み合わせれば効率的にまあ参加できるよということでこちらですね楽天ペイアプリでポイントカード機能を利用してお買い物された 方全員に20万ポインンント山分けのキャンペーンですねこのキャンペーン自体はですね、8月の2日から既に始まっておりまして、10月の1日まで開催中でございます。で、キャンペーンに参加するためにはエントリーが必須でございます。今回のこのキャンペーンの参加方法は、至ってシンプルで、キャンペーンにエントリーをした後に、楽天ペアプリ内の楽天ポイントカードのバーコードを提示してお買い物をすると。ここにも出てるように、楽天ポイントカードは必ず支払い前にご提示くださいということでございますんで、あ、忘れちゃったみたいな感じで、お会計完了しちゃうとき、 があるかと思いますんで、その場合はその場合はですね、気をつけて先に提示を行ってください。そしたら今回条件達成された方全員で20万ポイントが山分けできるということで至ってシンプルですよね。このキャンペーンしたのま対象店舗というかは楽天ポイントカードが使えるお店ということで今出てるようなお店とかで楽天のポイントカードを提示して決済すればいいかなと。まあ、先ほどお伝えしたキャンペーンと組み合わせるのであればまあ、ファミリーマートとかツルハドラッグまあいわゆるその楽天ペイが使えるところですね対象店舗が被ってるところで。 合わせれば50、50%還元も狙える。プラス、山脇にも参加できるっていう感じなので。 まあ、ぜひね、そこはご自身が一番いいやり方を選んでみるのがベストかなと思います。で、得点ポイントの進定ということで、2021年の12月31日金曜日頃までにということでございます。もうこれは完全に忘れた頃に付与されそうですよね。で、お一人様の獲得できるポイントの上限は200ポイントとなりますそして、山分けポイント以上の参加があった場合は、お一人様あたり1ポイントのプレゼントということでございますんで、とりあえず前エントリーしておいてもまあいいかなという感じですよね。 もらえたらラッキーっていうね。っていう感じで参加してみてください。 ではですね、今回お伝えしたキャンペーンサクサクっとまとめていこうと思うんですけども、まず最初にお伝えした楽天ポイントカードを提示して楽天ペイア,アプリで支払うと抽選で最大50%還元についてなんですが、まず、特典の内訳として抽選で1等であれば50%還元、2等であれば100ポイント、そしてエントリーして1ポイントという感じです。で、期間としたら8月23日、本日から9月30日まで。で、条件としたら楽天ポイントカードを提示した後に楽天ペイ決済を行うと。で、決済する金額として期間中 合計税込み500円とということで、ございますので、まあ、今回抽選なので、まあ、金額もそんなに大きな金額を使うわけではないので、とりあえず当たったらラッキーだなみたいな感じで使うぐらいが一番いいかなと思います。で、付与される上限として最大1万ポイントまでということでございます。で、対象店舗なんですけども、基本的にはもう楽天ペンのマップからですね、確認した方がいいと思いますんで、そちらからね、先ほど僕がやったようなやり方でぜひチェックしてみてください。で、冬日,日なんですけども、2021年の11月末日頃ということで、 で、ございますで二つ目にお伝えした楽天ポイント20万ポイント山分けのキャンペーンについてなんですけども、期間は8月の2日からすでに始まっておりまして、10月の1日まででございます。で、条件としたら楽天アプリ内の楽天ポイントカードを提示して、その後にまあ何かしらお買い物をするっていう感じなので、やり方としたらめちゃくちゃ簡単かなと思います。で、ちょっとここには入れてないんですけども、エントリーも必要でございますんで、エントリーも行ってください。で、付与条件なんですけども、200ポイントまで。で、山分けのね、ニーズが多かったりしたら1ポイントをもらうことができます。 日日は2021 12 31年の12月31日頃とといいうことでございます、まあ、そんなこんなで今回は楽天ペイのキャンペーンについて大きく2つに分けてお伝えをさせていただきました。まあ、今回はね、税込み500円以上ということでございますんで、まあ、正直僕は、まあ、ファミリーマートで最近なんか枝豆チップスっていうんですかね、あれにちょっとハマってるので、あれをちょっと買って、上限クリアし上限、条件をクリアしようかなというふうに思っております。でですね、ちょっと楽天ペイの話とは全然関係ないんですけども、僕、ここ最近ですね、ちょっとパソコンを買い替えて、 で、まあいろいろちょっと設定いじってたらですね、おそらく前よりかはちょっと動画のノイズが減ったかなと思うんですけども、もし気づかれた方いらっしゃればですね、コメントいただければ嬉しいです。で、まだね、ちょっとノイズが入ってれば何かしらちょっと調節をしたいと思いますので、そこはね、ちょっと僕の頑張り次第かなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいた楽天ペイのね、キャンペーンリンク、そして楽天ペイアプリのインストールの方、まだいらっしゃ、まだの方いらっしゃったらこちら概要欄に貼っておきますんで、気になる方ぜひいらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。